ノルベルト・エリアスは、イギリス国籍で、ユダヤ系ドイツ人の社会学者、哲学者、詩人。主な業績に文明家の家庭研究がある。ドイツ帝国東部のブレスラウにて、織物工業を営む一家に生まれた。アビトゥアは取得後に、ドイツ帝国軍で勤務したが、ストレスで体調を崩し、療養のために、ブレスラウに帰郷した。その後、ブレスラウ大学に進学し、 心理学、哲学、医学を専攻し、一時期ハイデルベルク大学にも在籍した。リヒャルトヘイニヒスバルト指導下で執筆した卒業論文が認められ、1924年にブレスラウ大学を卒業した。この頃、当時のシオニズムに感化され、若手のシオニストとも交流した。翌年、アルフレート・ベーバーの研究を手伝う目的で、 ハイデルベルク大学に再び移ったが、最終的には同研究プロジェクトを離脱することとなり、フランクフルト大学のカールマンハイムの研究助手となった。しかし、ナチスの台頭の影響でマンハイムの研究が打ち切られると、エリアスはパリを経てロンドンへ亡命した。ロンドン滞在中にロンドンスクール・オブ・エコノミクスにてマンハイムと再会し、 再び彼の助手を務めたが、融和政策の影響で満島へ強制送還された。釈放後は、ケンブリッジに移り、この時に、ドイツ人論の執筆に着手した。1952年、研究家仲間の仕事を手伝う一環として、集団分析協会の旗上げに参加し、心理学について研究し、エリアス自身もセラピストの資格を取得した。 1954年から1962年まで、イギリスのレスター大学で講師として、社会学を教えた。この時の教え子に、アンソニー・ギデンズがいる。1977年に、フランクフルト・アムマイン氏が創設した、テオドール・アドルの賞の第一回受賞者に選ばれた。 1978年から1984年まで、ドイツのボーフム大学とビーレフェルト大学で教弁を、取った。1990年8月、アムステルダムの自宅で死去。93歳だった。ありがとうございます。